今回このチャンネルの復活を記念して皆さんにプレゼントがあります。説明欄にあるメルマガもしくは LINE 公式を登録してもらうと、短期で痩せるための食事教材10ページ、痩せるための基礎運動知識8ページ、ダイエット食事ガイド86食材、最後に痩せる裏技辞典、電子書籍53ページをプレゼントしています。今すぐ登録してもらうことで皆さんのダイエットに心強い味方になってくれると思います。インスタグラムの方で気になる部位はありませんかって質問したところ、圧倒的にお腹周りが多かったです。今回私が2ヶ月でお腹を絞った際に行っていた5秒腹筋ダイエットを紹介していきます。一緒に5秒数えた方が楽に進んでいきますので頑張ってみましょう。まずは寝た状態で膝をしっかり抱えて腰伸ばしていきましょう。全部5秒いきましょう。1、2、3、4、5。このまま体を起こして、1、2、3、4、5。片足伸ばしてひねりましょう。1、2、3、4、5。反対も同じです。1、2、3、4、5。足を交互に動かします。1、2、3、4、5。肘をつきましょう。今度はこの状態で交互にいきましょう。1、2、3、4、5。今度は両足、1、2、3、4、5。このままひねります。1、2、3、4、5。交互に足を動かしましょう。1、2、3、4、5。寝たまま足を伸ばして5秒キープ。1、2、3、4、5。交互に足を動かします。1、2、3、4、5。足横振りましょう。1、2、3、4、5。このまま膝を曲げて伸ばします。5回。1、2、3、4、5。足を上下に5回。1、2、3、4、5。足を振りながら体を起こしましょう。5回。1、
2、3、4、5。今度は膝をパカッと開きます。このまま手を伸ばして起きる。5回。1、2、3、4、5。今度は左右に起きる。5回。1、2、3、4、5。足開いたままで足を動かします。ゆっくり。5回。1、2、3、4、5。足開いたまま体を起こして5秒キープ。1、2、3、4、5。あと4回。1、2、3、4、5。あと3回。1、2、3、4、5。あと2回。1、2、3、4、5。ラスト。1、2、3、4、5。寝たまま足を横に振りましょう。5回。1、2、3、4、5。足を伸ばして持ち上げて体を起こして足を振る。5秒。1、2、3、4、5。